こんにちは、ブルーホースです。今日は性格診断にまつわるお話をしていこうと思います。題して斬新な性格診断、どんな診断やねんっていうところなんですけど、実はなんとね、もう答え書いてあるんですけど、歩くスピードでわかるっていうことなんですよね。要は早く歩けばこんな性格で、ゆっくり歩いたらこんな性格だっていうのがわかりますぜっていう、そういう話なんですね。で、早歩きはお得っていうことなんですけれども、昔から歩くのが早い人っていうのは長生きしますよと、寿命が長いですよっていう、そういうデータっていうのは結構たくさんあるっぽいんですよね。で、今日は歩くスピードが早いか遅いかっていうところで性格がわかるかもしれないよっていう面白い研究があったので、それを今日ご紹介していきたいというふうに思います。で、性格診断テストっていうものなんですが、ビッグファイブテストって言って、心理学の中でも最も信憑性の高い性格診断テストっていうものがあります。特にそのメンタリスト DAIGO さんなんかね、よくあったり社交性とか誠実性とかね、そういったものを5つピックアップして、それが高いか低いかっていうのを性格診断でやっていると。で、これを実施していただいた上で、参加者の人たちでね、参加者の歩き方っていうのを比べてみましたと。で、その結果一体どうなったかっていうと、結果的に歩くスピードが速い人っていうのは外交性やコミュニケーション能力っていうところですね、それから誠実性、開放性っていうのが高くって、神経症的傾向、不安があったりするかどうかっていうところですね、っていうのは低かったってことですね。一方で協調性っていうのは歩くスピードに関して速い遅いっていう、そういった影響はありませんでしたと。はい。それから外向性が高い人っていうのは低い人と比べて歩くスピードが高い傾向があったということですね。まあ1番目と同じっていうところですね。それから外向性や誠実性が高い人は老化しても歩くスピードが低下しにくいと、筋肉が発達してるんじゃないかっていうところですね。発達性が維持できているとか、そういうところですね。で、これはなんでかっていう考察っていうところを話していくと、外向性と誠実性はスピードですね、歩くスピードに関係ありと、これはもうさっき言った通りですね、もう言わずもがなわかると。で、スピードが速い人っていうのはどちらかというと一般的に活動的で、セルフコントロール力、例えば、お菓子が目の前にあります、このお菓子を食べたら体重が増えちゃうっていうのは分かっている中で、それを食べないで自分を律すると、健康を維持しようというふうにするっていうのがセルフコントロールが高いという、そういう一般的な考え方ですね。で、計画性もあるという傾向が高かったと。だから旅行なんか行くときなんかにはあそこ行ってここ行ってこんなもの食べてっていう、そういった計画性が高いと、あるいは仕事とかね、勉強の段取りとか組むのもすごく得意だっていう人が多かったというところです。で、そういった人たちっていうのは当然活動的なので、年を取ったとしても歩行スピードが遅くなりにくいっていう結果になりますっていうことが今回の考察でした。で、歩行スピードの低下っていうことなんですが、歩くスピードが落ちると様々なマイナスにつながっていくんですね。だから何かっていうと、メンタルの悪化とか、不安になりやすかったりとか、自暴自棄になりやすかったりとか、それから運動能力の低下、当然ゆっくり歩くってことは体への負担が少なくなるということですから、それだけ老化も早くなっちゃうよっていうことですね。それから身体の不自由と、それから認知機能の劣化、痴呆の発症などなどということで、記憶をね、なくしやすくなったりとか、そういうことですね。しかも最終的には早期死亡の確率も高くなってしまうと、つながりやすくなってしまうというところなので、スピードは意識した方がいいですよってことですね。で、歩くスピードを意識するっていうのが今日の結論の部分になってくるんですが、ただ早く歩けば性格が変わるっていうわけではないんですよね。ところが脳の動きを活発にしてくれるっていうことは間違いがないですし、脳が活発になれば自然と誠実性とか外交性っていうのも改善されるっていうことなんですよ。つまり早歩きイコール性格改善っていうものではなくて、早歩きイコール脳が活発になる、脳が活発になる矢印、誠実性外交性改善っていう、そういう図式が出来上がると思ってもらえたらと思います。だから普段その日常生活とか仕事をしている中で落ち込み気味だったりとか、マイナス思考だっていう人はね、性格を変えようっていう風に、いろいろその認知行動療法を取ってみたりとか、性格変えるための運動をやるとか、運動は大事なんですけどね、をしようとか、そういうのをするよりも、とりあえず普段からの歩くスピードっていうのを上げてみるっていうことから始めてみられたらいいかなっていう風に思います。で、当然だから、その普段ゆっくりとか普通のスピードで歩いているような人たちからすると、早歩きをするだけで、息切れするっていうことはあり得るかもしれないですけど、慣れれば長期にわたって心身ともに健康になることができると思いますから、早歩きをするだけで健康にもなれるし、それからメンタルも改善されるし、そして性格も良くなっていくっていうことだったら、やって損はないかなっていうふうに思いますので、ぜひ普段から歩くスピードっていうのを意識して早めてみていただけたらと思います。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。